森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者、1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家、出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント、30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。質問が届いています。10代アルバイト男性からの質問です。発達障害の診察費用はどれぐらいですか？貧乏で受診が難しい、市で無料でやってくれるところはないですか？受診を無料でやってくれるところはないですが、ただ発達障害者支援センターは無料で相談に乗ってくれます。なので、無料で、とりあえず相談とかっていう場合は、発達障害者支援センターの方に電話でも相談できますし、直接行ってもいいんで、それでちょっと話を聞くっていうのも一つの手かなと。で、ただですね、一応体験、自分の経験的なところの話からでいくと、やはり、ちゃんとした病院に行って診察してもらった方がいいかなと。やっぱり無料でできることっていうのは結構、そんなに、なかなか、無料でできることって、限界がありますんで、やっぱり有料でお金をかけてでもかけた方が、やはり、僕もはそういう無料の、発達障害者支援センターは、僕は利用はしないんですけど、障害者就業、障害者の、就労支援してくれるところは、利用したことがありまして、障害者就労支援センターっていうところ、利用したことがあるんですけど、そこも無料で、利用できるんですけど、無料の割には、結構、内容とか、非常に良かったんですけど、ただまあ即効性の効果であったりとか、体感として効果があったって考えた時には、やはり病院でやっぱり診断を受けてちゃんとした治療っていうのを、医者からしてもらったことがやっぱり一番大きな効果があったので、できれば、病院に行って、医者に診断してもらうと。で、どういう病院に行ったらいいかっていうところなんですけど、僕が今行ってる病院は心療内科、神経内科、老年科っていうところなんですけど、大人の発達障害の診断ができる病院を探さないといけないんで、その辺はインターネットで検索したら結構今出てますし、もう発達障害者支援センターの方に問い合わせたら、病院とか聞いたら教えてくれますんで、そこ行ってもいいですし、なんでそれでまずは、
診断を受けまして、で、まあ基本的にですね、まあ費用なんですけど、まあ安く受診する方法がありまして、あの自立支援医療っていうのがあるんですけど、そちらを活用するっていう、でまあ1割負担で受診可能なんで、まあ健康保険証でいくと使っても、まあ使うと3割負担なんですけど、自立支援医療っていうのがあるんで、それで申請通ると1割負担でいけるので、あの、まあ、その自立支援医療については実際病院に聞いて、あの、まあ、申請して、して、あの、まあ、申請とかをちょっとまあ相談乗ってもらって、それでまあ申請するっていう感じなんですけど、あの、まあ、とりあえずは自立支援医療っていうのを申請して、でそれが通れば1割負担で、実際まあ1割負担で今自立支援医療を利用して受診してるんですけど、まあ、診察費用が400円、結構安くて、で、あの、ニューロフィードバックっていう、あの薬を使わない、治療っていうのがありまして、僕はたまたまいろいろインターネットで調べたらそういう病院を見つけまして、ですごい興味が、あって、まあ普通発達障害っていうのは薬を飲まないとみたいな、薬的な感じなんですけど、たまたま僕が見つけた病院は、もう結構そのアメリカとかのその治療っていうのを研究している医者だったんで、ニューロフィードバックっていう、まあ、アメリカでは有名なんですけど、まあ、その治療を、していただいて、でその費用が1割負担で1040円なので、実際1回病院に行って診察してもらって、で、あの治療、ニューロフィードバックっていう治療してもらうのに、まあ1440円っていう、まあ、1500円ぐらいなんで、ということは、まあ月に考え、月で、まあ、だいたい週に1回ぐらい治療してもらった方がいいんで、そう考えると、だいたい、だいたい、5760円ぐらい、まあ6000円ぐらいあれば、受診できますんで、まあできれば、まあ、無料でっていうのもありなんですけど、まあ、最初はあの発達障害者支援センターで、まあ、無料で相談乗ってもらってもいいんですけど、まあ、そこからやっぱり病院行った方が、まあ、僕は正直病院に行ってかなり、あの今まで自分が、一人で苦しんできた、っていうのが結構、まあ、あったところが一気に取れたみたいな、ニューロフィードバック一回やってもらっただけでうつ状態だったのが取れたんですけど、ただまあニューロフィードバックっていうのは基本的に個人差がありまして、効果がある人もいればあまり効果が出ない人もいまして、まあそれはまあ人によりますんで、まあ相性とかもあるんですけど、あのできればそういうふうな、ちゃんとした治療っていうのを受けて、あの、まあ、あの自分のその、まあ、今後で考えた時に、やはり、まあ、無料でできることっていうのはやっぱり、あの、まあ、実際僕も無料で利用して、あのできるところでこういろいろやってはみましたけど、やっぱり本当に効果あるところで考えると、お金をかけて、治療したっていうのがやっぱり一番効果があったので、まあ、本当にその効果の高さを求めるのであれば、もうちょっと多少費用がかかっても、まあ、なんとか治療を受けて、で改善につなげていった方がいいかなと、いうことです。以上です。今回の質問の回答については、以上になります。ありがとうございました。でまあ質問とかまあ全然していただいても大丈夫なんで、まあ、絶賛募集中なんで、義経 IT クラブでインターネットで検索したら出てきますんで、そちらのサイトに問い合わせフォームがあるんで、そちらに質問内容を打っていただいて送信してもらえれば、回答しますんで、
ぜひ気軽に質問していただければなと。まあ本当に発達障害っていうのは結構まあいろんな悩みがあると思いますんで、僕も実際いろいろあったんですけど、まあでも今いろいろ、その悩みとか問題を解決してきたので、まあ今があるっていうのがあるんで、まあそういったまあ経験をですね、皆さんに、お伝えできればということで、これ続けてますんで、ぜひ気軽に質問していただければと思います。